シンマックスは第51代ローマ教皇、カトリック教会で聖人とされる。シンクマスはバンダル統治下の地中海の島サルデーニャでホルトゥナトゥスの息子として生まれた。英国の歴史学者ジェフリー・リチャーズは彼が異教徒として生まれたと述べている。シンクマスはローマで洗礼を受け、教皇アナスタシウス2世の下でローマ教会の大司教になった。 シンクマスは498年11月22日にコンスタンティヌス教会で教皇に選出された。サンタプラセでの大司教ラウレンティウスは東ローマ皇帝アナスタシウス一世によって支持されたシンビザンツ派によって同じ日に大聖堂の聖マリアで教皇に選出された。両派は東豪闘王テオドリック大王の仲裁を認めることに同意した。テオドリックは 最初に選出された支持者が最も多かった人物を強行として認めるべきであると裁定した。これは純粋に政治的な決定であった。投票はシンクマスを支持し彼の選挙は適切であると認められた。しかしラウレンティウスの詩編として知られている初期の文書はシンマクスが賄賂を支払うことによって決定を取得したと主張している。 シンクマスは499年3月1日にローマで開催される会議を呼びかけ、72人の司教とローマの聖職者全員が出席した。ラウレンティウスはこの会議に出席した。その後、彼はカンパニアのヌセリア教区に割り当てられた。リベル・ポンティフィカリスによると、シンマクスはラウレンティウスに海運の管理を担当させた。ラウレンティウスの紙幣は、 ラウレンティウスが、ヌセリア教区を担当している間に、教皇の後継者のために投票権を得ようと努め、またはそのために会議を呼び出し、協議を行ったすべての聖職者は追放され、破門されるべきであると定めた。501年、ラウレンティウスの講演者である言動委員議員、ルフィウスとフェストスは、様々な罪状で、教皇シンクマスを非難した。最初の国訴は、 シンクマスが間違った日に復活祭を祝ったことであった。テオドリック大王は彼をアリミヌムに召喚し、シンクマスは起訴に応じた。教皇は不定や教会の財産の御用を含む他の多くの告発を発見するためだけに到着した。シンクマスはパニックになり、真夜中に一人の同伴者のみと共にリミニから逃亡した。彼の逃亡は罪悪感の容認とみなされたため、 誤算であることが判明した。ラウレンティウスは彼の支持者たちによってローマに連れ戻されたが最上級の聖職者のほとんどを含むかなりの聖職者のグループは彼と交流から撤退した。訪問主教であるアルティナのペトルスはテオドリック大王によって復活祭を祝うために任命され復活祭の後に召集される教会の決定まで聖座の管理を担当した。 他のイタリアの大都市、ラベンナのペトルス2世位、ミラノのラウレンティウス、アクイレイアのマルチェリアヌスが議長を務める、教会会議は、サンタマリア教会に開かれた。会議は、反シンマクス派であるフェストゥスとプロビヌスの要請により、テオデリック大王から、訪問使徒として派遣された、訪問使教アルティナのペトルスとの間で、すぐに行き詰まった。シンマクスは、 訪問司教の存在は星座が空であることを意味し、彼が有罪である場合にのみ星座が空である可能性があると主張した。集まった司教たちの大多数はこれに同意したが、訪問司とは、テオドリック大王の許可なしに撤退することはできなかった。この行き詰まりに対応して、ローマ市民による暴動が増加し、多くの司教たちがローマから逃げ、残りはテオドリックに集会をラベンナに移すよう。 生願した。テオドリック大王は9月1日に教会会議を再召集するように命じ、同盟を移動するという彼らの要求を拒否した。8月27日、テオドリック大王は司教に再召集の際、問題は同様に厳しいものだった。最初に告発者は王がシンマクスが有罪であることをすでに知っていたので、教会会議が罪を犯し、証拠を聞き、 そして判決を渡すべきであると述べる情報を含む文章を紹介した。さらに重要だったのは、教皇シンマクスの一派が、教会会議に現れるのを妨害したボートによる攻撃であった。支持者の多くが負傷し、被災のゴルディアヌスやディニシムスを含む、数人が殺害された。シノマドスは、教会会議出席者からの評判の要請にも、かかわらず、サンピエトロ大聖堂に交代し、 会議に出ることを拒否した。しかし、シマハスの生涯は、これらの殺害を、一方の側のフェストスとプロビヌスの支持者と他方の側の、元老院議員ファウストスとの間の路上戦闘の一部として、提示している。攻撃は特に聖職者に対して向けられ、聖職者が夜に、ローマを歩き回るのは危険であった。この時点で、教会会議は再び、テオドリック大王に請願し、 会議を解散して、家に帰る許可を求めた。テオドリック大王は、10月1日付の書簡で、彼らは問題を結論に至るまで見なければならないと、答えた。さらに、司教たちは502年10月23日に再び、パルマとして知られる場所に集まり、前の2つのセッションの出来事を見直した後、教皇は、聖ペテロの後継者であるので、 彼らは彼に判決を下すことはできないと決定し、問題を神に委ねた。彼との生体配慮を放棄したすべての人は、彼と和解するように求められた。そして将来彼の同意なしに、ローマでミサを祝った聖職者は全て分裂論として、罰せられるべきであるとされ、この決議は、ミラノのラウレンティウスとラベンナのペトルスが率いる司教76人によって、署名された。 この会議の結果にもかかわらず、ラウレンティウスは、ローマに戻った。ラウレンティウスの詩編によれば、今後4年間は教会を保持し、フェストスの支持を得て、教皇として統治した。2つの派閥間の闘争は2つの戦線で行われた。一つは、各宗教収容所の支持者によって犯された、暴力によるものであり、それは自由の女神に鮮やかに記述されている。 もう一つは外交を通じて行われたもので、教会法の判決を裏付ける偽造文書の束、は、いわゆるシンマクスの偽証を作り、教皇として彼は説明を求められなかったというシンマクスの主張を裏付けた。外交戦線でのより生産的な成果は、テオドリック大王の介入を説得することであった。これは主に、ローマの失聖家にエンノデウスと追放された。 失政官ディオスコルスによって行われた。ついにテオドリックは506年にラウレンティウスへの指示を撤回し、フェストスにローマの教会をシンマクスに引き渡すように指示した。513年、アルルの司教であるカエサリウスはイタリアに拘禁されている間にシンマクスを訪問した。この面会はカエサリウスがパリウムを受け取ることにつながった。パリウムは シンマックスの権威を確立するための助けを求めるために、たびたび送られた。教皇シンマックスは、バンダル族の統治者によって追放されたアフリカと、サルデーニャのカトリック司教に金と衣服を提供した。シンマックスは、また、イタリア北部の囚人に、援助の贈り物を与えた。シンクマスは514年7月19日に亡くなり、サンピエトロ大聖堂に埋葬された。 シンクマスの在位期間は15年7ヶ月27日間であった。ありがとうございます。